リベロ17番長野武史、サービスリベロナンバー12カバキロ山田。Thank you.
それでは勝利者インタビューということで樋口選手に伺いたいと思います。昨日今日と本当にタフゲームでした。まずは今の疲れ具合など含めて気持ちを教えてください。まあ、そんなに疲れてないですね。まだ若いんで、松さんなんかはもう41歳でやってられるんで、まだまだ疲れたなんて言えないんで、もっともっと頑張ります。この試合、まあ、パンサーズにも素晴らしいサイドの選手がいる中で、昨日今日とサイドの選手、アウトサイドの選手の、まあ、奮闘活躍が求められていたと思うのですが、そのあたり樋口選手、迫田選手とともに昨日今日の試合の結果、どれぐらいできたなというふうに感じてますか？まあ、こうアウトサイド の, あのそれぞれの役割というのは試合の中でこうチームとしては、まあ、そこそこできたんじゃないかなと思います。まあ、なんで、まあ、7割8割ぐらいはできたかなと思うんですけど、まあ、自分個人としてはまだまだこう勝負どこでミスをしてしまったりとか、ヒブロを食らって、昨日の試合なんかは4セット目自分で試合を終わらせてしまうようなこともあったので、そういう部分はしっかりとまた修正して次に向かっていければなと思います。それにしてもこの2日間両チーム本当にボール落としませんね。プレーしていかがでしたか？そうですね、僕自身あんまりディグは得意じゃないんですけど、この2日間は結構位置取りがいいところに入れたり、あとはスタッフ陣からどこにいろっていう指示のもとディグできた場面があったので、そこはすごい良かったんじゃないかなと思います。4位パナソニックパンサーズに、まあ、絶対負けられないゲーム、昨日今日と勝てました。この2つ勝てたこと、今後につながるんじゃないですか？そうですね、やっぱり順位が決まってくる大事な試合が今後も続いていくので、この2勝というのはかなり大きいと思います。さあ、いよいよ3月戦線、負けられない戦いが毎週続きます。ただホーム2回アウェー2回なんですけど、アウェーそのうち1回は境寄りの大阪での試合なんで、住吉での試合なんで、ほとんど、まあ、ホームみたいなもの、また会場に来て応援していただきたいですよね。そうですね、相手のホームかもしれないですけど、自分たちの、まあ、ベンチだったりコートの中のこう雰囲気っていうのも含めて、試合会場一体となってホームみたいな感じで戦えればなと思います。ではまずは来週の FC 東京戦に向けて最後メッセージをお願いいたします。今後も負けられない戦いが続きますが、しっかりと次の週2勝して、チームをさらに勢いに乗っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。